いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはスコアの壁についてです。ゴルフは練習してもなかなか上手くならない時があります。とはいえゴルフは練習しないと上手くなりません。当たり前のことです。練習しても上手くなるとは限らないなら練習しないという選択では上手くなるはずはありません。やっぱり上手くなるには練習は必要です。初心者の頃は練習すればするほど、そしてコースに出て練習してその繰り返しでどんどん上手くなると思います。初めはちゃんとボールに当たらなかったのが、たまにでも芯でボールを捉えた時の感触は、それがアイアンであってもドライバーならなおさら最高に気持ちがいいはずです。コースに出て天気が良くて仲の良い友人たちと楽しく会話しながらやるゴルフは童心に戻ります。ゴルフの前日の夜、準備をするときは子供の頃の遠足の前日のようにワクワクして、早朝が苦手な人であってもゴルフの時はアラームが鳴る前に起きたりもします。ゴルフ雑誌を見たり、プロのトーナメントをテレビで見たり、 YouTube を見たり、研究に熱が入ります。次第に多くの人はゴルフの虜になっていきます。だって今や世界のヒーローである大谷翔平選手のWBC でライトスタンドに放った大ホームランより皆さんのドライバーの方が飛んでしまうのですから。やがてハーフ50を切る、そしてワンラウンドで100を切る、ハーフ45以下で回る、90を切る、ここまで来たらもっともっとゴルフが上手くなりたくなります。やがてゴルフ会員権を買い、メンバーライフを楽しむようになり、ゴルフの夢はさらに広がります。メンバーコースの月例会に出場して仲間が増え、ライバルと腕を競い合うのも楽しくなってきます。しかし80代が出るようになって、次は85を切る、いや70代を出す、そんな目標が見えてきた頃、多くの人はピタッと上達が止まってしまうことがあります。ドライバーを買い替えたり、アイアンを買い替えたりもします。練習もしっかりしてコースにも行ってるのに、以前のような上達のスピードが失速してしまいます。これが小学生、中学生、高校生くらいの10代ならそうはならないこともありますが、社会人で中年以降になると必ずどっかでスコアの壁にぶち当たります。さらに言うと、80代が出るようになった、85以下のスコアも出せるようになった、70代まであともう一息のところまで来たりします。ところがある日、70代どころか90を打ってしまった、しかも97とか98とか、あと少しで100を打つところだった、なんていう日もあったりします。しかもそれが1回だけでなく、何度も90でさえ切れなくなってしまうなんて、スランプに陥ってしまうこともあったりします。なんでなんだ、どうしてうまくいかないの、こんなことってあるの。実はこれ誰にでもあることです。要するに、いくら練習してもうまくならないと感じてしまうこと必ずあります。その人の年齢や練習やコースに出る数の度合いで、それが100切りの時に来るか、90切りの時に来るか、それとも80切りの時に来るか、体力、練習環境、その他条件の違いによってそのタイミングは同じではありませんが、スコアの壁は誰にでも来るものです。冒頭で話したゴルフは練習しても上手くなるとは限らない、だけど練習しないと絶対に上手くなれないという言葉は、そんなタイミングで登場すると僕は考えてます。随分前置きが長くなってしまいましたが、そんな時は自分のゴルフを見つめ直す時期にあると思います。スイングに問題があるのか、フィジカル面に問題があるのか、コースマネージメントに問題があるのか、パター、アプローチ、ドライバーなど特別な苦手なショットに問題があるのか、すべて年齢や生活環境などの条件にもよりますが、課題となっていることを一つ一つ潰していくしかありません。解決策はその人によって異なるため、一つにまとめた共通な答えはありません。そこで例として、いくつか僕の考えをお話しさせていただきます。技術面からいくと、ミスショットの原因、どうなるとこういうミスが出るのか、ミスの出る原因は把握する必要があります。原因がわからないままだと同じミスは何度でも続きます。そしてミスの原因がわかったら、改善するための練習法を見つけます。実は
ミスの原因が分かって、改善するための練習が分かったからといってすぐに改善にはつながりません。その格闘は長く続くものです。しかし、原因が分からなければ改善のしようがないので、まずはミスの原因と改善法を見つけることが大切です。ボールは物理の法則で飛んでいきますので、正しいクラブの使い方を見つけ、次にそのクラブの動きをするためには自分の体をどう動かすかを考えます。それから良かった時の過去のスイングを探すのはやめるといいと思います。あの時の感覚はたとえ思い出しても全てのものは無常です。僕は無常感をいつもゴルフに取り入れてます。人間の体は常に変化します。昨日と今日、今日と明日で違います。何ヶ月か前や何年も前のスイングはその時に良かったもので、今は今の自分に合うスイングを受け入れます。次に精神面です。人と比べるのは僕はしません。人と比較していると人の失敗を期待し喜ぶことがあります。後半のスピリチュアルな話でも言ってますが、それは自分の波動を下げてしまいます。その日、その時はその人に勝ったとしても、長い目で見たら自分のゴルフは良くなるとは思えません。むしろ仲間やライバルの上達は喜ぶといいと思ってます。仲間やライバルの上達は必ず自分の上達につながります。ゴルフというスポーツはコースと自分との戦いです。その日の自分のベストなプレーをして、それが競技の時は、ホールアウトした後、仲間やライバルと楽しく会話しながら、魂の喜びを得るようにします。そして一番大事なことは、アマチュアゴルファーであるから、ゴルフは楽しいという原点を思い出すことです。プロゴルファーは調子が悪くても楽しくなるということは難しいですけど、僕たちアマチュアゴルファーにとってのゴルフは仕事ではなく楽しむものです。それこそ一番大切な心がけだと思います。あとは今日も楽しくゴルフができたことを心の底から感謝する。スコアの壁に立ち塞がれた時、ああ、壁が立ち塞がっているんだな。ここをどうやって乗り越えようかな。とスコアの壁を乗り越える自分を客観的に見て、それを楽しんでみる心のゆとりも大切に思います。壁を乗り越えるのが面倒だと思ったら、しばらく壁の下でお茶でも飲んでのんびりしてもいいはずです。アマチュアゴルファーはそれができます。そんなことをしながらゴルフを楽しむ、自分を楽しんでいるといつの間にかゴルフは上手くなる。僕はそう信じていつもゴルフを楽しんでます。今回の動画はスピリチュアルな話の要素を後半のいくつかに入れさせてもらいましたので、この動画をいつもご覧になっている方はこれでお許しをお願いします。さて、スコアの壁というテーマで話させていただきましたが、この日の僕は1ラウンドで3パット7回という自己ワーストを記録してしまいました。フェアウェイキープはショートホールを除く14ホール中12ホールあり、パーオンも10ホールあったのでショットは悪くありませんでした。リカバリー率も8分の4と5割だったのですが、パット数が前半20パット、後半19パット、トータル39パットと絶不調でした。しかし天気は最高。同伴したゴルフ仲間とも楽しく一日を過ごすことができ、満足な一日でした。はい、お疲れ様でした。今日は前半アウトが44、20パット。後半インは41、19パット。トータル85、39パットでした。また頑張ります。ありがとうございました。